最強おばあちゃん、時々あしゃご。あ、そんな大事なこと。ここだけ93歳になる人あんまりいねえと思うよな。あんまりいねえ。普通は歩けなくなっちゃったりするじゃん。うん、歩けなくなったり、うん、でもばあちゃんはあの歩けるからいいよね。まあだといいの。まだまだ歩けけど、隣がでいいのがやっとこだな。ついついて歩けば今少し歩けか絡めだから、何か持って歩くのなんか大変。うん、とにかく90過ぎと力がなくなんだな。うん、とにかく力がね。で、着るものでも履くものでもかぶるものでも軽いものがちょっと味方の良いから。なんか欲しいものあるの？え？欲しいもの。今欲しいものないな。だがあのあれを買うかなと思った。シルバーこうやって押してある、なんて言うんだっけあれ、歩行器みたいな。歩行器とは違う。あのシルバーつんだけがあの年寄りが押してあるやつ、押してあるやつ、押し車みたいな。うん、押し車みたいなやつ。あのそれを今少し様子見で買おうかなと思って、うん、押してやるからアップよって腰掛けられるやつ。楽？うん、楽になる。うん、歩くときに使うやつ。え？歩くときに使うやつ。まあこうやって押して歩くんだ。うん、だから乳母車みたいな感じかな。年寄りが使うやつなんだけど、座れるの？ん？座れるの？うん、座れんで、腰掛けもこうついてて、なんでこうこうやって押してあるの。支えがあると結構いくらかあるけどな。いろんな種類あるの？まあ形は大体同じようなんだけど、あそこどこだっけ、この前買い物行った時ダイエットだっけが、うん、あそこにもう売ってて、ばあちゃんこれ売ってたなんて言ったんだけど、あんまり気に入ってなかったのよ。うん、で買わないできたけど、あの農協で結構いろいろ何回も買ったことがある。ビットも農協だから、うん、耕運家もあの農協で買ったりして、モンペなんでも買ったことあったもんで、農協からよくチラシしょっちゅう送られてくるのよ。そういうのにも結構載ってんのよ。でこれいいかな、だけど実物見ねえとよ。うん、どういうのがいいの？ん？どういうの？どういうのいいっつってもまあなんか色とかが言うねんけど、まあまあ自分でいいと思ったやつ、うん、怖くて腰掛けて休んでもいられるんだろう。
あんまり行くとこもねえからどうでもいいと思ってんのよ。そのうち買うかなとも考えたけど、たまに使ってる人いるね。ベッドを強くこうやって押してある、うんうん、こうやってこうやって捕まって歩けば歩けんで結構な、うん、行きたいところないの？行きたいところ、うん、何しろ体が重いよとね、行けべ、うん、行きたいと思うね。あ、どこへも行きたいと思うね、うん、体が結局言うこと聞かねえんだ、うん、旅行も随分あるったからビデオのデンデンデンも、うん、結構随分行った。おばあちゃん、時々あそこ。